はい、キャプテンスのバイブルトークです。創世記の今日16章です。どうするアブラムのシリーズ、勝手にシリーズ化してますけども、この信仰の父っていう割にはね、もう最初からすごい問題だらけなんですけども、ちょうどね、大河ドラマでも、家康がやってますけども、でアブラムもですね、エジプトでね、自分の妻のことを妹ですって言ってしまったり、あとそのロドとの間でね、いざこざがあったりと、いろいろどうするポイントがあるんですが、今日は16章。結構やばいですね。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください。主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったものを知って自分の女主人を軽く見るようになったということで、約束があるにもかかわらず、でも10年経ってますからね、今85歳ぐらいですかね。サライの方でアブラムに、妾であるこう女奴隷のハガルによって子供を得ることを提案。これ普通 の、 日本の戦国時代も同じようなねことありますけども、そう提案したと。でアブラムもそれでいいっていうのはね、だって妻が言うんだったらしょうがないですよねっていう感じでするんですが、身ごもってしまった時に、このハガルが自分の女主人を軽く見る、これカラルって言うんだけども、軽く見るようになった。ね。ありそうな感じですね。大奥とかでもね。で、サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。アブラムもかわいそうね。どうするアブラムですよね。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って、私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間を、お裁きになりますようにっていうか、でもそういうんなこと言われてもってアブラム思ったかもしれませんが、ね、責任を押し付けられてさらに文句言われて、でアブラムは何て言うかと言いますと、責任放棄ですね。もう勝手にしろと。アブラムはさらに言った。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。あなたの好きなようにしなさい、勝手にしなさいと。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。いじめたっていうのはね、アナーっていう言葉なんですけども、これ面白い、後でまた出てくるんですね、この言葉ね。で逃げたと、ハガルは逃げたと、家でしたと、こういうふうにもうドタバタのね、特にひどいものが始まるんですけども、その後ですね、7節以降、主の使いは荒野にある泉のほとり、シェルエの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。聞いたことあるセリフね。すると彼女は言った。私の女主人、サライの元から逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたの女主人の元に帰りなさい。そして彼女の元で身を低くしなさい。これが実はね、さっきのね、苦しめるっていうのと同じ、アナーっていう言葉なんでね。だから、サライが彼女を苦しめる、いじめる、虐待する、下に見ると、この彼女の元で身を低くしていなさい。その身分に、なんとかな、身を低くしていなさいと、謙遜でありなさい、そうでありなさい。これなんで同じ言葉なのか分かんないですけども、6節と9節は同じ言葉が使われています。でまた主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数え切れないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れたから。11、イシュマエルというのは、神は聞くっていうふうにね、イシュマエル。ですね。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住むって、すごい、暴れん坊将軍。すごいですけども、そこで彼女は自分に語りかけた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。彼女は、私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとは、つまり知らなかった。ね、
それゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれた。それはカデシとベレテの間にある。すなわちこれは生きて私を見てくださる方の井戸、ね、ベール・井戸、ラハル・ロイと、でハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時アブラムは86歳であったということですと。どうするアブラム、どうしてあの約束があるからそれをちゃんとねあの待てばいいんだけど、でもさすがにこれ10年経って全然何も起きない時に自分の力で何とかしよう、自分の知恵で何とかしようとした結果がこれなんですけども、まあ難しいですね、難しいけども、でも神様の約束をそれが本当にね、本当にそれが本物の約束であるっていう確信があるならば、信じることっていうのは大事じゃないでしょうかって簡単に言えるけどね、まあね、簡単に言えますけどね、当事者じゃないから。はい、ということで、それではまた。ごきげんよう。